はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは、えー。このビデオは第3週の第2本目のビデオですね、えー。第2本目は授業での説明のための使い方です。プレゼンテーションソフトの授業での説明のための使い方です。えー、内容としては、レイアウト、文字、音声、画像、動画、Q&A、えー。この6つがあれば、もう先生の説明のための使い方としては十分だと思います。えー、レイアウトは、 をか、変えるにはですね、メニューのスライドっていうところからアプライレイアウト。これを選ぶだけでいいです。で、えっ、ー、と、まあ、授業で使うときはですね、このタイトルスライドとタイトルボディ。この二つだけでもう十分です。最初に使いたい人は、あの、他のものを使いたい人はもちろん使ってもいいですが、あの、心配な人はもう無視していいです。この二つだけ使えばいいですね。えー、それから文字を入力するときは、もう普通にこういうところに入力するのは簡単なんですけど、一番下の方に、 えー、スピーカーノートっていうのがあります。このあたりですね。はい、このあたり。で、ここに、えっ、ー、と、このツールから、ボイスタイプスピーカーノート。えー、これをすると、自分で喋った言葉が全部ここで文字になりますから、とても便利です。授業の準備にはとてもいいですね。はい、音声をスライドに入れることもできます。このインサートからオーディオですね。で、えっ、ー、と、この時注意しなければいけないのは、学生にこのス,あのスライドを共有するときは、この音声ファイルも、 学生がアクセスできるように、アクセス権限を変えておく必要があります。あと、画像もスライドに入れることができます。インサートからイメージですね。で、写真を、自分の写真をアップロードしたり、えー、ウェブをサーチしたりもいろんなあの方法で写真を探すことができます。 動画を入れるのは、あの、この、同じですね。インサートからビデオですで。そうすると、あの、YouTube のビデオがこうやって検索できますから、例えば、TTCB24 っていうのは、これは先週の私たちの、えー、動画ですけど、それを、えー、検索して、これをすぐに見つけることができます。で、これ、これがもう実際に、あの、挿入しているところですから、ちょっと見せて、み見てみたいですね。はい。えー これは第2章のビデオの。はい。えっ、ー、と、こんな感じで、えー、動画を簡単に挿入することができるわけです。はい。えー、Q&A が多分一番、えー、学校で使うには便利な機能だと思います。えっ、ー、と、これはですね、あの、えっ、ー、と、学生からの質問をこの,あの Google スライドの上で受け付けることができるわけですね。 やり方はこのプレゼントの右にある下向きの三角形を押してプレゼンタービューを開きます。で、そうするとですね、普通はスピーカーノートっていうのが見えているんですけど、そうじゃなくてオーディエンスツールというのをクリックするわけですね。で、そうするとですね、あの、それで下のスタートニューっていうのをやると、この,あのプレゼンテーションの画面の上の方にですね、こういうのが表示されるんです。 えー、スライドアップ、グーグル、スラッシュ、なんとかっていうふうにね。で、これを、えっ、ー、と、学習者が、あの、えー、スマホとか自分のパソコンの、ク、え、ロームのアドレスバーに入れると質問ができるようになります。これとても大事なので、えっ、ー、と、来週の Google Meet でもぜひ皆さん体験してみてください。はい。えっ、ー、と、このスライドへのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB32A ですね。はい。あの、さっきの、あのー、 リンクとかを開きたい人はここからやってみてください。はい。このビデオに知らなかった言葉があったら、また暗記、クイズレット、メモライズなどに記録をしておいてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。